こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日もよろしくお願いいたします。今日食事のことをお話ししようと思うんですけど、私若い時やっぱりすごい食欲あって、カツ丼とか大好きだったんですよね。だから丼でも全然ペロッと食べれちゃうとか、カレーとかだともう2杯目食べちゃうみたいに、すごい食欲あったんですけど、最近ね、やっぱりその量がね、やっぱり食べれないですね。食べたいけど、あと食べ過ぎちゃうし、そんなに食べなくてもいいんですけど、やっぱり年齢に応じた食欲ってあるんだなっていうふうに感じています。で、量も食べれなくなってくるので、質がね、いいものを食べたいなっていうふうに感じるようになりました。なので、ちょっとずつでいいんだけど、こう見た目もちょっと素敵だったりとか、いいお肉とかねそういうのがいいかなっていうふうに自分は今感じています。で、時々外食したりする時のメニューをですね、昔はわりかし中華とかですね、定食屋さんが多かったですけど、最近ね、好きなのがフレンチですね。やっぱこうちょっとずつこう綺麗に出てくるのを見ると、なんかね、心が満たされるというか、なんですかね、男性には多分足りないんだと思うんですけど、ちょこちょこっと出てくる量がとても良くてですね、あとですね、なんていうのかな、大事にされてる感っていうんですかね、それがやっぱりあって、丼でドーンと出てきてガーッと食べるっていうのもいいんですけど、そうじゃなくて、なんか食事ってお腹が満たされるだけじゃなくて、なんか気持ちとか自分自身が満たされるものの一つかなって思うので、できるだけね、私は見た目がいいものが、見た目というか、ああ綺麗にっていう風に持ってあったりとか、あとは素材がいいものですよね。素材が良くて、あんまりこう調味料がゴテゴテしていない、できるだけシンプルなものが好きかなっていう風に思います。その方が体もなんか喜んだりとかするので、ああフレンチ旅に行きたくなりましたねなんかでもね、食事って体だけじゃなくって、もう心も満たされたり、あるいは食べに一緒に行く方とのこうなんていうんですかね、会話だったりとか、そういったものもね、すごく仲良くなったりとか、相手のことを理解できたりとか、そういうのね、ことも含めてやっぱり食事なんだろうなっていうふうに最近は思っています。皆さんもぜひ食事楽しんでくださいね。